大人たちには支持されない最高、ありがとうございます。すごいね、ミーグルとかでもあの曲いつも聴いてるよとか言ってもらえて嬉しいです。そんなになんかすごいノリノリな曲だから、まあ癒しではないけど、でもあれを聴いて一日始めてるっていう人ほんと思ったより多くて、すっごい嬉しいんです。髪伸びたね、髪伸びました。エクステじゃないです。これね、本当に伸びたね。ほら。元気で気合が入る。確かに気合入るかもしれない。なんか大事な時の前とかに聞いたらやってやんぞってなるかもね。髪伸ばしちゃう。本当は切りたいんだけど、鎖骨ぐらいまで切りたいんだけど。夏だし。でもちょっと時間がないので。落ち着いたら着ようかな。すごく伸びた伸びた伸びた。モバメ撮り始めた、ありがとうございます、嬉しい。あとちょっとで全然だ。本当だよ、もうすぐね。久々地方行くのがさ、まずさ、そもそもすごい久々だから、なんかその時点で楽しみです。それで有観客でできるってなったらもうね、嬉しいな。七夕だけど願い事、あ、明日七夕か、いい、願い事か、なんだろうね、願いたいものはいっぱいあるけど、なんだろう。じゃあ乃木曜日選手権やろうか。乃木曜日選手権、今回の乃木曜日選手権はお絵描きしりとりです。ん、絵だけでしりとりをします。例えばリンゴの絵を描いたら、一旦カメラに見せて次にゴリラの絵を描いて、あ、一回一回見せなきゃいけない。あのね、前回のゆなちゃんこういう感じでやるんだって。なんでちょっと頑張ります。最初の文字はくじで引いて決めるそうなので頑張ります。ちょっと遠いな。はい、ではあ、意外と大きい。最初の文字はじゃん、も、ん、もだよね、もを引きました。じゃあ始めます。これね、スタンプウォッチがあるのでこれね書いていきます。ではよーいスタート。やばい、もって何やばい、もって何ちょっと待って、ちょっと待って、え、持って何、え、持って何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 、あ、なるほど、なるほど、むずって、むず、分かって、もうみんな言ってるから書いた髪の毛一本増やしとこう、多いから。また戻っちゃったんだけど。もう、あ、終わっちゃった。同じゆなちゃんと同じ3個でした。もうね、永遠ももの時刻から抜け出せなかった。ももこ子供もも。抜け出せませんでした。これでいいの？いいのか。結果は3個っていうことですね。急がなきゃと思うと何も思い浮かばないっていう人間のそういう心理っていうか、なんというか。これを超える明日のメンバー頼みました。
ですね、近況トークということでですね、何でしょうか。22日23日にさゆりんご軍団ライブ、松村さゆりさんの卒業コンサートもありましたけども、なんか本当に寂しい気持ちもいっぱいあったけど、でもなんか綺麗すぎて、なんか最後とかドレス着てるのとかをこう間近で見て、もう本当綺麗で神々しくて涙が出ました。本当に美しいなと思って、楽しかったです。有観客も久々に体験したし、すごかった。素敵な日だったなってなんか思います。寂しいけど、でもなんだろうな、なんて言ったらいいんだろう、本当にでもなんか綺麗な感じだから、なんて言ったらいいんだろうな、なんか昔先輩が卒業していく時にはなんかもうひたすらなんか落ち込んでなんか苦しいなって感じだったんだけど、今はなんかもうみんなすごい清々しい表情でこう終わりを迎えてるから、涙すらも美しいみたいな、だからなんかそれ見るとなんか頑張ろうって思えるから、苦しいとかそういうのはもうないです。ではいい日でしたね。音楽番組も結構続いて、テレ東音楽祭とミュージックデーもありましたけど、メドレーやったのかな、メドレーとかやって、メドレーの時って曲のつながりとかがすごい難しく変わるから、なんか体がもうその曲に慣れちゃって次を踊りたくなっちゃうとかあるから、もうみんな「あ、本番生放送絶対間違える」とか言って、間違えないようにって頑張って踊りました。音楽の日も出ます。そうよろしくお願いします。病院行ってない、もう行かなきゃ病院。よかった、今なんかあんまり汚く写ってなくてすごいね、もう毛先とかね、ちょっと本当に金髪が混ざっててね、そろそろこんなに色って抜け落ちるんだってぐらいですけど、ちょっと落ち着かせに行きたいなと思います。好きなチョコレート、チョコレート、甘いのが好き。黒染めはしない黒染めはしないです。色落ちしてます、茶色になっちゃって。結構アッシュ系の色が好きだから、ブリッジしたことない、なんかちょっと怖いライブ前に行けたらいいなって思うんだけど、初めて髪染めたのは高1です。中学卒業してからですねうーん、全部似合ってる、ありがとうございます。黒染めしたことないです、多分この先もしないんじゃないかな、わかんない、よっぽどの理由があったらするのかもしれないけど。高速は髪染めて、高校は大丈夫です、何しても夕飯何食べ、何食べようかな考え中ですも似合いそうもともとは黒だからね、声柔らかくて眠くなります声柔らかいのかな、自分の声って嫌いだよね。でもお菓子食べますか、私お菓子で生きてる人間なので良い子は真似しないように。乃木坂配信中もやってますね、乃木動画。全ツアー大阪やって、宮城行って、愛知行って、福
行って東京ドームでございます。わあ、初めてドームに、ドームやった時中学生で、中学何年生かな、時って中2かなくらいかな、だったんですけど、あ、高3になりました。わあ、嬉しいですね、ドーム頑張ります。え、ドーム初めての時っていつだったっけ、何年だったかな。でも最後まで出れなかった記憶、アンコール17年か、4年前ってことは中1、中2か、中2かな、2年生の11月、2017年の11月、ほう、そうなのか、うわー、ずいぶん前の記憶に感じるな、緊張してたな、あの時。なんだろうな、あ、これ時計かと思ってたらストップっちゃったその時自分は中1、そうだったんだ、じゃあもう高2とかになってるってことですか。時の流れってすごいですね私ラッキーとありがとうございます。愛知行く、嬉しい。なんかさ、見えがりでも全落ちしちゃったとかっていう人本当に多くて、なんかそれ、その中でなんか2回上当たったとかっていう人がいると、うん、オーバーすぎるリアクションしちゃう。え、すごいだってすごいくない、すごいよね、当たるって。楽しみですね。ね、倍率やっぱりすごいよね。わかる。まだ諦めてない。諦めるな。来てください。夏がこれからだよ。どうも倍率高そう。そっか。確かにね、あの人数制限あるからね、さらに難しいよね。ブログ更新予定あります、あるんだけど、そう、松村さんの卒コンの時の写真も載せたいし、書きたいこといっぱいあって、今何からどうしようかなっていっぱい書いてて、何からこう上げたらいいか分からず悩んでる最中でございます。じゃあ宿題やりますか、やりますかっていう内容じゃないんですよねゆなちゃん大好きです、今度お話ししたいです、だって嬉しいですね。ゆなちゃんとはちょっと前に手伝ってもらったことがあってで、そのありがたくて本当に、なんでその数ヶ月後に誕生日があったんですよ、ゆなちゃんの。なのでプレゼントあげました、プレゼントしました。なん、え、ヘアミストとなんか頭皮にいいブラシみたいなのかな、だったの。なんかね、そう、いや課題じゃなくて、ちょっとね、一人じゃねできないことなんですけど、いや一緒にね作り物っていうのかな、作り物してもらってなので、そしたらね後日ね、なんかちょうどなんか欲しいと思っててみたいな言ってくれて、あー嬉しい、そう、組み立てかな、うん、やってもらって、一緒にやって嬉しかったです。
というお話です。私も好きです。とっても可愛いゆなちゃん。じゃあ次回の宿題出しますか。明日かな。明日は誰だ。はい誰だ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 。よだ、ぶー、セイラちゃん、ぶー、レノちゃん、ぶー、ハズ、ぶー、タマちゃん、ぶー、ウメちゃん、ぶー、モモコ、ぶー、明日もレンタ、ぶー、ミナミちゃん、ぶー、ヤマ、ぶー、レン、出たー、カエデです。明日はカエデでございます。カエデ氏、どうします。宿題お手柔らかにとお願いされたんですけど楓楓楓楓どうしますか。どうしますか。でん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 。ラジオの感想？あー、なるほど。なるほど。電チャンネルの話。ラジオへ、あ、ラジオへの意気込み？いいね、そういうの。いいね、いいね。え、ラジオへの意気込みにする？え、よくない？意気込みなのかな。感想の方がいいのかな。ラジオのお話ししてでいいか。楓、あ、薄い授業のお話して。お話して。あ。ラジオのお話して、大好きを添えてよろしくお願いいたします。残り10分なのでね、ちょっとねコメントを読んでいきたいと思います。鼻の調子悪い。え、鼻の調子ってなんだろう。なんかね、年中鼻声なんだよね。なんかね、調子はね悪いと思ってないんだけど、ちょっとあんまり鼻声なのですねそうだ、慢性便。そう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 、それ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 。ヨダちゃんおる？どういうこと？今ここにってこと？いないな。あ、そういうことか。ヨダもビエンって言ってたね。一緒だわ。洋服かわいい、ありがとうございます。ウィンクできる。あ、スクショタイムね。撮っちゃって撮っちゃって。
ワン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 。頭痛ね、本当にひどくて、私偏頭痛っていうの、もうスーってなりながら頑張ってる梅雨だからさ、頑張らなきゃね。桃子から蓮華への愛が100点なら、蓮華から桃子への愛は何点？点数じゃ表せない大きな愛。頭痛持ちきついですよ。梅雨のせいですよ、本当に。気圧の変化ね。フォーエバーラブ、ありがとうございます。無限の愛、ラブー。3枚いった、ありがとうございます。なんか7時台とかにやるの結構珍しくない？なんかいつも夕方5時半とかでやってる気がする。れんかちゃん憧れ、ありがとうございます。最近ミラちゃんと話した、話した、いろんなとこ行きたいねとかって話したり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 してますね。今度お家に遊びに行きます。決まってないけど来てってすごい言ってくれるから行くよ。この時間ありがたい、本当よかったです。誕生日の人に一言、お誕生日おめでとうございます。あなたにとっていい一年でありますように。キラン、うん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 、桃子との思い出話、なんだろうな。結構でも二人でどっか行くこと多いから全部投げやりの全部じゃないよ、本当の本当の全部の全部だからなんかこう二人だけでこう飛行機乗ってさ、どっか行くっていうのも桃子とだけだったから、そうそう、ハウステンボス楽しかったな。でまだね、行きたいとこね、約束だけ溜まっててね全然行ききれてないからね、無理やり時間を合わせるってなんか言ってくれたから行こうと思います。卒業しても会うの？当たり前ですよ。鹿児島、鹿児島も行きたいねって言ってるの。鹿児島行って、なんか京都のなんか特集みたいなのをなんかテレビで見てて、わあ行きたいと思って桃子に連絡して、京都行こうって言っていいけどいつ行く、行く、絶対行く突然なんですよね、約束するの。そうでも今行きづらいじゃないですか、だからねちょっと時間を置いて今度行きます。なんか北海道とか行きたいなとか言ったり、京都はねお母さんと行ったことあるんだけどすごい楽しかった。あ、中学の修学旅行でも行ったわ、楽しかった。そう、なんか白飛びね、落ち着いたらいい。好きなアニメを一つ、うわーこれね、ミーグリでさ、あの時間がすごい長いとうーって悩めるんだけど、短い人にそうやって聞かれると、あ、一つうわーってなって、あ、ごめんってなっちゃうんだよね。難しいのよ一つに絞るのって。なんでモバメにね結構送ってるから、推しのキャラとか桃場でも悩んでたそうなのよ、一番は決められないっていうことでですね。あ、ワートリーは好きですよ、今サードシーズン待ってるところですね。バナナフィッシュ、バナナフィッシュ大好き。
リベンジャーズ見てます、今、はい、配信中ですね。ドラケンじゃないんですよ私の。じゃあ呪術も見てました。あ、ホリミヤも見ました。なんか実写もされてて、アニメ派漫画派、アニメ派かな。なんかやっぱ動いてる方が好きかな。ヴァイオレット・エヴァーガーデンもちょっとだけ見た。ライブライブは小鳥ちゃん。目が綺麗、ありがとうございます。結婚してみます。軽い感じでね。なるほど、しません。リアタイはしてないです。時間あるときに見てます、あれを、配信を。全通の意気込み、久しぶりの全国ツアーなので、夏を感じてファンの方と一体になって楽しみたいと思います。グッ。ヒロアカね、最初の方見て、あれ長いじゃないですか。ちょっとくじけて他の見ちゃったんで。ラブラブ。オタクってどう思いますか。私もオタクだから、なんとも。ももことのたくさんの写真を待ってます、ありがとうございます。いっぱいあるんだけどね、どう載せたらいいのやらやらという感じです。動画が多いのよ、すぐ動画撮っちゃうだね。動画をね公開できないからね、その動画のスクショとかたまに切り取ってモバメに送ったりしてる。インスタいずれ始めます。みんながすごい始めてって言うけどね、いずれね、なんかあったら始めますね。じゃあわかんないけど、ブログ更新はねしますよ、いずれ。いずれって便利な言葉。というわけでもう終わっちゃうんですけども、レンカが撮る空の写真大好き、ありがとう。いっぱい撮ってみんなに見せますよ、これからも。おすすめされたツルネ全部見ました。わあ、それは素敵。私はせいやさんが好き。あはは、もう終わっちゃうんです、30分だからね。じゃあ終わりにしますね、また来ますね、バイバーイ、元気でねー。